高浜町の地域おこし協力隊として広報誌の作成などに携わる隊員が1日就任し、野瀬町長から委嘱状が手渡されました。高浜町の地域おこし協力隊として就任したのは大阪府出身の梅林愛さんです。地域おこし協力隊に委嘱します。高浜町役場で行われた交付式では、野瀬町長から梅林さんに委嘱状が手渡されました。梅林さんは専門学校を卒業後、ハウスメーカーなどで勤務。今年3月にインターンシップとして1ヶ月間高浜町を訪れ、観光業に関わりながら町の魅力に触れました。野瀬町長はこれまでの経験と知識を生かして工夫しながら活動してくださいと激励の言葉を送りました。梅林さんは今後、高浜まちづくりネットワークを拠点に町の広報誌の取材や記事の作成、それにまちづくりイベントの企画運営などに当たることになっています。学生の時に、なんか禅寺の美術館みたいなのを設計して賞を取ったっていうことがありまして、それを現代で、街中で作れないかっていうことをずっと場所を探してたんですけれども、やっとなんかこの年になって高浜町に出会うことができまして、夢が叶えるので、地域の方に釈尊へのメモリアルみたいなものを作りたいなと思って今回参加させていただきました。